安倍さんの投稿でね、うちがコメントというか、シェアしてたから、それは、もともと安倍さんも、単なる脳神っていうかね、まあ、脳の政治家だったじゃないかと。それが今、業豪の、まあ、興行の政治家になってる。今、石破しきるは脳の政治家だと。じゃあ、安倍さんだって最初は脳の政治家だったんだから、石破さんだって最後、強豪の政治家になるだろうって書いたんですけど、実はね、もともとね、安倍さんって石破さんや。石破さんの反省バージョンが安倍さん。で、安倍さんの反省バージョンは石破さんや。で、結局その2人合わせて、バルドゥルやし、アブラハムでも。ええやろ。だからバルドルって一人じゃない。だから安倍さんと石破さんのどっちがバルドルでどっちがヘイムダルってわけじゃない。それはバルで石破さんのがヘイムダルよ。な、安倍さんがバルドルで。もちろん、ゲルマン神話はそういうことを言ってんねんけどね。石破さんがヘイムダルの方ですよと。安倍さんがバルドルなんですよって言いたいのがゲルマン神話やけどね。ゲルマン神話やけどね。でも実際ひょっとしたら、バルドルはやっぱり石破さんで。で、安倍さんの方がヘイムダルかもしれんやんか。どっちがどっちとも言い難い陰陽学でしょ。でも、結局それは陰陽やね、石破さんと安倍さんはね。で、ぐるぐる回ってあるだけやん。だからもう、安倍さんが総理になったら石破さんの総理はないのよ。石破さんが総理になった次元では安倍さんが総理にできへんねん、実は。そういう関係にあんな、二人は。意外でしょ。